スティーブン・スコット・クレベンジャーは、アメリカ合衆国、メリーランド州ボルチモア出身のプロ野球選手。右と左打。2017年現在は、独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーン・ストーマーズに所属。2006年の MLB ドラフト7巡目で、シカゴ・カブスから指名され、6月14日に契約。この年は、参加の a ボイシホークスで65試合に、 出場し、打率。286.2本類が、21打点、5盗塁だった。2007年は、A-9 ボイシュで22試合に出場し、7月に、A 級デートナカブスへ昇格。43試合に出場し、打率。323.2本類が、24打点だった。2008年は、A 級デートナと AA 級テネシースモーキーズでプレー AA 級では29試合に出場し、打率247.1本類が15打点だった。2009年は AA 級テネシーで開幕を迎え、5月にトリプル A 級アイオワカブスへ昇格。68試合に出場し、打率265.26 26打点4盗塁だった。2010年は AA 級テネシーで88試合に出場し、打率 317.5本類が47打点だった。2011年は A 級テネシーで開幕を迎え、5月にトリプル A 級アイオワへ昇格。9月19日にメジャー初昇格を果たし、9月26日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビュー。6番保守でスタメン起用され3打数無安打だった。 9月28日のパドレス戦では5回に代打として起用され、初アンダー初打点となる敵時二塁打を放った。この年は2試合の出場に終わった。2012年3月5日にカブスと1年契約に合意し、開幕ロースター入りを果たした。4月25日のセントルイスカージナルス戦で、車窓筋を痛め、4月28日に15日間の故障者リスト入りした。 5月29日に故障者リストから外れ、翌30日のパドレス戦で復帰した。6月29日のヒューストンアストロズ戦では、バドノリスから初本塁打を記録した。9月6日のワシントンナショナルズ戦で乱闘騒ぎを起こし、8日に1試合の出場停止処分を受けた。この年は69試合に出場し、打率、201.1本塁打、16打点だった。 2013年3月4日にカブスと1年契約に合意した。開幕ロースター入りしたが、4月13日のサンフランシスコジャイアンツ戦で車窓筋を痛め、翌14日に60日間の故障者リスト入りした。6月28日に故障者リストから外れた。カブスでは8試合の出場にとどまった。2013年7月2日にジェイクアリエータ。 ペドロストロップとのトレードでスコット・フェルドマンと共にボルチモア・オリオールズへ移籍した。トリプル A 級ノーフォークタイズで20試合に出場し、9月1日にメジャー昇格。4試合に出場した。2014年3月11日にオリオールズと1年契約に合意した。同年は正捕手のウィータースが故障で長期離脱したため、ケイレブ・ジョゼフや ニック・ハンドリーラと出場機会を分け合い、35試合で打率225という成績を残した。2015年は30試合に出場し、自己ベストの打率287に加え二本類が15打点という打撃成績を残した。守備面では9試合で保守として守備についたが、最も出場機会が多かったのは DH だった。 2015年12月2日に、マーク・トランボ、CJ ・リーフェンハウザーとのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。2016年9月23日、ノースカロライナ州シャーロットで発生した警官による黒人射殺事件について、ツイッター上で不適切な発言をしたとして、球団から、残りシーズンの無休出場停止処分を課せられた。オフに自由契約となる。 2017年7月21日に、独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズと契約。ありがとうございます。